いろいろこうやってきて実現したというところでですね、相当こう時間だったりとか、まあ当然新しいシェイプを作ってるんで、まあそういうのもいろいろあると思うんですけれども、市場の流通の販売価格だったりとかにも大きく影響してくるところなので、それだけでいらっしゃいませ。ギターバイヤーの増田です。今回はですね、早速もこちらにございますけれども、まあこちらですね。はい。タック松本さんの、シグネチャーモデルでございます。ギブソンカスタムショップの、タック松本 DC ですね。最近ではですね、いわゆるこうレスポールスタイルのシグネチャーモデルが主流でございますけれども、あとファイアワールとかも出ましたけどね、そういうのがまあ最近は、多い印象でございますけれども、こちらはですね、松本氏の初のですね、初めての、オリジナルシェイプになるですね、大変こう貴重なというかメモリアルなというか、一品になっております、ブラウンバーストのカラーのものでございますね。今回はですね、こちらの DC のブラウンバースト、こちらについてですね、ご紹介したいと思います。本題に入る前にですね、私書籍を発売しております。毎週発行しております無料のメルマガ、これの一部をですね、再編集させていただいたものに、させていただいたものになっておりますので、興味のある方はですね、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。まあ、そもそもメルマガ無料なので、そちらですね、まず登録していただけたら、大変嬉しいです。まあ、これですね、SNS とかでは、やっぱ言えないようなこととかもですね、いろいろありますので、それをですね、メルマガという形で書いてます。興味あれば、ぜひそちらもですね、チェックしていただいて、もし過去の、記事とかですね、それを読みたいなと思っていただいたら、そちらの書籍の方もチェックしていただけたら、大変嬉しいです。というわけで早速本題なんですけれども、こちらのですね、タック松本 DC でございます。これですね、松本さんのシグネチャーモデルとしてはもうだいぶこう、種類も以降出てきたんで、あれなんですけれども、もうこのですね、ブラウンバーストについては、もう、その中でもある意味すごく特別な、製品の一つになってるんじゃないかなと思います。というのもですね、まあ今でこそいろんな種類があれど、このですね、ダブルカッタウェイの、松本さんのオリジナルシェイプというのはですね、これですね、ブラウンバーストが最初、初めのリリースなんですよね。これが出てから、例えばね、ゴールドトップだったりとか、まあ、コリーナだったりとか、アクアブルーだったりとか、カスタムだったりとか、まあ、いろいろ出てくるわけなんですけれども、これがですね、一番最初なんですね。松本さんはもう99年からギブソンのカスタムのその、いわゆるこう、エンドース的なアーティストになっているわけなんですけれども、それ以前の、まあ、このダブルカッターで出るまでのシグネーチャーモデルというのは、まあ、キャナリーイエローだったりとか、タックバーストですね。いわゆる、こう、レスポールのシェイプを、ちょっとこう、言ってしまう、ちょっと変えたような、アレンジしたような、製品だったのに対して、このですね、2005年に発表されました、こちらの、DC というのはですね、もうギブソンでは初のですね、ギブソンでは初というか、なかなかですね、こう、海外のアーティストでもない、新しい、こう、形、ボディシェイプごと新しくこう、作ったシグネチャーモデルになっているんですね。これはもう本当こう、日本のミュージシャンに限らず、こう、世界的な、なんですかね、ミュージシャンであったとしても、ギブソンがオリジナルのシェイプを作るってのは、まあ、なかなかないわけですよ。だから基本的には、例えばじゃあ ES335 がベースになってたりとか、まあ、レスポールがベースになってたりとか、SG がベースになってたりとか、っていうことが多いわけなんですけれども、その中で松本さんのシグネチャーモデルはなんとこう、新しいボディシェイプを作ってしまうというですね、これは本当にですね、すごいこう、凄まじい影響力というか、それまでの松本さんのこう、実績だったりとか、まあ実際、例えばそのシグネチャーモデルがすごくこう、セールスしてるとか、そういうことももちろんそうですし、まあ影響力が実際すごくあるわけなので、そういうこともそうですし、中の人たちもですね、例えば当時の輸入代理店の方々の協力だったりとか、まあそういうのがこう、様々あってですね、実現したということだと思うんですけれども、そもそもこの DC というモデルの登場自体が、すごいことだと。言えると思います。実際もこのプロダクトは2005年ですね。2005年にリリースされてるわけですけれども、各書類とかですね、情報とかによると、もう1年半以上の期間をかけてですね、温められてきて、いろいろこうプロトタが作ったりとかでしょうね。いろいろこうやってきて実現したというところでですね、相当こう時間だったりとか、まあ当然新しいシェイプを作ってるんで、まあそういうのもいろいろあると思うんですけれども、それだけの時間をかけてですね、やって、やっと完成した新しいモデルという感じでございます。まあ、当時のですね、その広告というかフライヤーとかにも、松本氏の希望するトーン、プレイアビリティ、ルックスっていうのをですね、100% 叶えた作品としてですね、制作されたという旨が書かれております。ですね、具体的な製品のポイントというか、魅力というか、なんですけれども、まずその非対称のダブルカッタウェイシェイプっていうのはですね、まあ当然なんですが、まあ基本的にはですね、例えば木材の構成、メープルトップで、マホガニーバックで、マホガニーネックでみたいなところというのは基本的にこうレスポールに準じたような内容になっております。ボディの方から行くと、まあ当然メープルトップのマホガニーバックなんですけれども、まずコントロール類ですかね。
特殊設定の位置とかも、まあ、レスポールに準じておりますし、コントロールもなんとなくレスポールな感じなんですが、まあ、実際裏のパネルとかね、ほぼレスポールなんで、あれなんですけれども、それのですね、トーンを一つ削ったような感じですね。松本さんのプレイ、ご存知の方はですね、あんまりこう、松本さんがトーンをすごく頻繁にいじるというイメージがないと思うんですけれども、実際あまりこう、使わないと。ただ、ついてないと、音にも影響があったりとかもしますし、全く使わないわけでもないんですよね。ということで、マスタートーンになってるんですね。で、ボリュームが各ピックアップにそれぞれついているという感じになってます。で、ピックアップですね。これがまたですね、オリジナルの松本さんの専用のデザインのピックアップになってます。具体的な内容で申し上げると、まあ見た目がこうゼブラになってるっていうのももちろんですし、一応ですね、カタログ表記というか、ではスペック表記としては、バーストバッカータク松本スペシャル。というふうになっているんですけれども、要はバーストバッカーをベースに、通常バーストバッカーってアルニコ2というマグネットを使っているんですけれども、それをですね、よりこう、ちょっとパワーを足したような、シャープな出音になるような、アルニコ5というですね、別のちょっと強力なマグネットに、強力というか、ちょっと出力の高めになるですね、マグネットを使用して、デザインされた、ピックアップになっています。これ自体は、それ以前に出たです、ね、タックバーストと、同じピックアップですね。ボディサイズ実はですね、ちょっとレスポールよりもエンドがちょっと短いような感じのシェイプになっていて、少し小ぶりになっています。プラスこのカットウェイのおかげでハイポジションがすごく引きやすいという感じのボディシェイプですね。ボディバランスも非常に、いい感じになってます。で、ネックの方なんですけれども、まずネックシェイプ、これも当然オリジナルの松本さんのネックシェイプになっていて、そんなにすごい太いわけじゃないんですけれども、まあこう、どちらかというと薄めに当たるんですかね。まあでも微妙なんですけどね。そんなこう、まあほんと標準的ぐらいのネックシェイプです。それ以前のタクバーストが結構細かったイメージあるんですけれども、そこまで細くない、シェイプになってますね。で、ブラックのバインディングがしてあるローズウッドシバンになっておりまして、シバンのインレイですね。これもですね、アバロンで入っているというところで、この辺もですね、松本さんのシグネチャー、それ以降のシグネチャーにも共通してくるところかなという感じでございます。まあ、当然、ネック材はマホガニになってます。ヘッドの方ですね。伝統的な、クルーソンスタイルのペグついてますけれども、まあ、シルエットはですね、普通にギブソンの、いわゆる、3連のヘッドになってますけれども、そうですね、真ん中の部分には、レスポールとかではなく、タク松本と入っていると。まあ、革命的ですね。まあ、ボディシェイブは当然レスポールじゃないんで、レスポールとは入らないというところで、松本さんの名前が入っているというところでございます。そしてですね、こちらの製品なんですけれども、いわゆるですね、ファーストと、呼ばれるですね、まあ、当時スペシャルエディションと呼んでいるんですけれども、最初の150本のうちの1本でございまして、よりですね、こう、コレクタブルなというか、製品本体自体はそんなに変わらないんですけれども、別に変わらないんですけれども、付属品周りだったりとかですね、よりこう充実したスペシャルエディションというですね、初期のですね、ブットの製品になっておりまして、付属品周りがですね、非常に豪華な内容になってます。具体的にはですね、こちらにございますような2つ折りのですね、すごいこう、大掛かりな、認定書が、付属させられております。まあ、この松本さんが DC を持っている写真だったりとか、このですね、認定証ですね、がこうしっかりとですね、2つ折りで入れられたですね、非常にこう大きい、特別な、認定証というのがですね、付属いたします。で、さらにですね、こちらのですね、ハードケースですね、いわゆるこうアンビルというメーカーの、フライトケースとかと、呼んでおります。で、こういわゆるこうツアーケース的なものになってまして、松本さんの名前が、選手にですね、入れられていて、サインとギブソンカスタムのロゴが入っております。で、まあ、この特徴的な、ブラウンというか、まあ、オレンジカラーですね、オレンジカラーになっているというところでございまして、もう本当にですね、こう、コレクタブルな要素も非常に強いですね、ファンの方が非常に嬉しい、内容の、一品になってます。この、これがですね、まあ、スペシャルエディションという最初のロットなんですけれども、これがセカンドバージョンになるとですね、ハードケースがまあ、普通のタイプになったりとかですね、少しこう、コレクタブルな要素というのがちょっと変わってくる。ところで、それがですね、まあ、市場の流通の販売価格だったりとかにも大きく影響してくるところなので、それだけですね、やっぱりこう、ファーストが求められるというか、このですね、コレクタブルの要素というのが、やっぱりこう、松本さんにしっかりあるというか、まあ、非常にですね、ファンの方にとっては魅力的なんじゃないかなというふうに思います。そんな感じでですね、非常にコレクタブルの要素も強い、こちらのですね、タック松本ブラウンバーストなんですけれども、こちらの個体のですね、状態についてなんですが、結構ですね、こちらの個体に関しては、まあまあ使用感が、ございます。全体的にですね、蛇行になったりとか、この中の擦り傷だったりとか、そういうのが全体的に見受けられて、あとですね、ちょっと動画とかだとなかなか映らないんですけれども、本当にですね、こう、細かいウェザーチェックというか、塗装のですね、ひびというか、割れみたいなのが、結構全体的に、ボディのトップ、バック、あとはネックだったりとかにも見受けられるような状態です。まあ、この辺はラッカー塗装のものなので、まあ、ある程度やっぱりこういうのが出てきてしまうところなんですけれども、まあ、結構全体的にこちらの答えは、来ているかなと。いう感じです。またですね、結構ちゃんとやっぱり引かれてきた感じなので、ネックの裏のですね、塗装の感じだったりとかも結構ダメージは、正直多いです。なので、
まあ、そういうところで見るとすごいコレクタブルなっていうか、こう新品同様でこうもう本当コレクション向きっていう感じというよりは、もうこうちゃんと使っていただくような感じで、やっていただくのがいいんじゃないかなという感じの答えでございますね。ただまあ木目は素晴らしいです。木目めちゃくちゃいい。まあ、そんな感じですね、結構ちゃんとこう手が入ったというか、使われた感じであるというところに加えて、配線材だったりとかジャックだったりとか、ちゃんとこう使っていくのに必要な交換というか、あとナットですね、それはまあ交換されておりまして、プレイアビリティとかは非常に良いです。もちろんフレットもですね、全く消耗がないわけではないんですけれども、通常使っていただくには全く問題ない状態ですし、もちろんトラスロットだったりとか、そこら辺の動作は全く問題ない状態でございますので、ぜひですね、こう、プレイをやっぱり楽しみたいという方にですね、お勧めしたい、一品でございます。というわけでですね、こちらの答えの、デモ演奏、ご用意させていただいておりますので、ご検討の参考にしていただければと思います。それでは早速どうぞ。いかがでしたでしょうか。やっぱりですね、まあ、当時登場したあれもそうですし、まあ、ファンの方はですね、特にこのキルトトップの最初のこのブラウン、まあ、ルートピアとかとも呼ばれますけれども、
こちらのカラーに関してはですね、とてもこう印象も強いんじゃないかなと、インパクトもあったと思いますし、憧れも強いんじゃないかなというふうに思います。まあ、なんだかんだこれももう20年くらい前の製品ですので、なかなか答えとかも出てこなくなってくると思いますし、来ているとも実際思いますし、なかなかですね、こう手に入れるのも難しくなってきているようなものだと思うので、興味ある方はですね、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。はい、というわけでですね、今回の動画参考になったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。またですね、各種 SNS、こちら以外にも、X だったりとか、インスタだったりとか、あとはメルマガですね、やってますんで、興味あればそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。というわけで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。